たいと思う。弱めだったんですけどね。これはこれですごいですね。硬すぎて動かない。星のことは一応に尋ねよう。いいと思うじゃなかった。長野の王子です。長官の大阪です。森田さんでございます。はい。はい、というわけで今回もお忙しい感じですか。忙しいですね。なるほど。今日ちょっと腰も痛いということで。腰も痛いです。座った方が楽なんですよね。今の方が楽です。立つと痛い。というより横になってた時とかで立ち上がると痛い。あ、血病症っぽい。で今回なんか右肘も痛いみたいな。今もこの状態でも痛いですよ。痛くないんですか。なんかこうグッと力入れたり腫れてる一瞬。あ、自分としては腫れてる感覚。ぶつけたわけじゃないですよね。じゃないですか。確かに疲労はすごいですね。ちょっと硬さとりあえず取っていきますか。はい。ちょっと天井を向いてみましょうか。まあ硬いですけどね。じゃあ吸いながら頑張りますか。はい、はい、OK です。行きましょう。目も痛いし、睡眠不足っていうことで、あの叩けばホコリが出てくる。ちょっとカップつけていきますね。痛みはどうですか。ところどころ痛い。ところどころ痛い。痛い、そこがなんかすごいのが。いや、なんか今日前回にも増してなんかへばりつき感がすごいですね。なんかところどころすごい痛いです。ミルフィーユのこの層がこうべちゃってね、へばりついてる感じのところがいわゆるコリになると考えられてるんで、そこがこう通るたんびにこうビリビリっていう、ね、腰がもう全部ダメです。あ、腰ダメですか、はい、あんま腰痛くないはずなんですけどね。まあまああれですね。なんかここ行きたいかも。そんなに強くも吸ってないんですけど、激弱で。なんかまだ。まあこれも吸ってないですね。耐えれます。これでも痛いんですね。肩甲骨あたりがちょっと。激弱カッピングですけどね、これ。お疲れですね。そうですね。これは過去一な色が出そうなフラグですね。これがいいだったんですけどね、前回でも。そうですね、前回もなかなかなお湯を見してましたけどね。水分ちょっと減ってます、摂取量。あんまり飲めてない。ああ、そんな感じですね。筋肉と皮膚が硬くなっちゃってるんで。マグネシウムは塗ってるんですけど。ああ、塗れてます。買いました、あの後。ああ、ありがとう。確かに塗ったところは柔らかくなって、うん、そうなんですよ。単純にもう筋肉と皮膚がね、皆さん緩みますんで、もう肩こりがね、ほんと辛い人はもうマグバーム塗るのが一番手っ取り早くて確実です。説明欄にリンクがあるかもしれないです。見てみてください。ないかもしれない。肘がすごい助かったんですね。確かに手足の方が多分使いやすいですからね。テニス終わった後とかに振り付けてました。テニスもまあまあな疲労になっちゃってるんでしょうね。いやー、今日も有料が何かにそうなんですね。針も一緒にしていきます、はい、全体的にいい色ですね。別にね、この色出そうと思ってるわけじゃないんですけど、まあ、まあ確かにそうですね。この製造にこの色出すための製造じゃないんで、悪いおけつを血管外に出すっていう目的なんで、色を出すことが目的ではない。開始数分でほんと綺麗に全部同じ色になってますね。月1でエステを受けてて。エステ、で前まではもう針を美容針してたんですけど、4月に辞められてしまって、あ、担当者に。すごいね、この色に。またレベルの楽しみに。皆さんすごいですけど。いやー、見てたのがすごいですね。そうですね。水ダを切るときに言っておけてほしいのが、色を出そうとしちゃうと、こう長時間置いちゃってですね、水泡のリスクが上がりますので、水泡自体はその真皮層までいっちゃう結構深い傷なんで、あんまり作ることはね、おすすめはしないんですけどね。足過ごしたらすごくダメじゃないかと。まあ、できないことはないんですけど、足の吸い玉も、うん、足はあんまり色も出にくい部位ではあるんで、まあ、あんまつける意味が正直そんなにうちはないかなっていう考え方ではあります。足も疲れですね。山田さん一回取っていきますね。ただこの辺はですね、もう
液化リンパ節がすぐ目の前にあるんで、どうしても悪い色が出やすいっていうのはね、あるんですけど、綺麗に松本さん全部同じ色。あ、紫ってやつですか。そうですね。見事なパープル。いや、ここまで均一に出るのも、これはこれですごいですね。僕も一言は言えないんですけど。エステをすると色味は若干出やすくもなるんですよね。皮膚が柔らかくなるので、うん、それ自体は悪いことじゃないですけどね、うん、いやー、でもまあ前回よりはいい気がしますね。どうしても肩と腰だったらやっぱ肩の方が皮膚が薄くなりますんで、色はね出やすくなるっていうのは一つあります。それを加味しても森田さんの場合だいぶ紫。まあ、腰の方は多分もうちょい時間を置いたらまあ多分色味も出たとは思うんですけど、こんだけ色が出れば十分です。温かい効果はすごいね。でしょうね。血流が今ブワーって今背中流れまくってますんで、今日は寝れるかなと。いや寝れるでしょうねこれは。でも整体だと大変だったんですよ、眠くて。ああ眠くてですね。ただ私学校に行かないといけなかったんで。学校前は簿記で、今パソコンにまた切り替わってるんですけど。あ、そのスクール的なってことですか。スクールに行ってるんですけど、整体の後ご飯食べてからそこへっていう。ただ眠くて眠くて、だから授業の前に受けるものではないですね。ただもう時間的に、ああまあしょうがなかった。土曜日はもう予約午前中しか取れないけど。ああ、そういうことか。まあオンデマンドなんて、あ、聞いてればいいので。オンデマンドだったらまあまあまあ寝てもバレないですね。はい、試験も全部パソコンなんですよ。ちょっと首に電気当てていきます。硬すぎて動かないですね。今回の方が硬いですか。今回の方が硬い気がしますね。ちょっと調子良くなくて、今週っていうか。あ、なるほど。木曜日のテニス行かなかったぐらいの。ああ、そんなに終わりだったんですね。行こうとしたんですけど、はい、無理と思って。でも今、肺の刺激も大丈夫ですね。大丈夫です。スライドが一番痛かった。まあ弱めだったんですけどね、一番。最初のはね、とにかく。最初のもあの弱めだったんですけど。弱めですか。おかげで、まあ、剥がれたっていうのはあるかもしれませんけどね。だいぶ腰も悪いですね。響きます。腰にも電気当てていきますね。だいぶ硬いっすね。太ももの裏にもビリビリって感じたら教えてください。今感じますね。はい。あ、だいぶ足がお疲れですね。パンパンですね。え、マッサージ受けたのは最後いつなの？実際は昨日です。昨日ってこれか。足はほとんどやってなかった。ああ、じゃあ上半身中心だったんですね。あまりにもあちこちが悪すぎて、やるとこ多すぎてみたいな。終われへんかったみたいな。その気持ちはまあ分からんでもないですね。じゃあ針取っていきますね。足はだいぶ針だけでも柔らかくなりましたね。はい、でも実は一番きつかったかも。水玉よりも。いや、水玉の腰と。ああ、だいぶ張ってましたからね、足が。股関節の運動するときに、わめいてますからね。ああ、なるほど。わめくでしょ。昨日はなかったんですけどね。若い先生だと無理って言ったらやめてくれるんですけど、院長先生がやめてくれないんで。なるほど。はい、もっとできるからって言って。限界を知ってますから、ね。だいぶ腰骨にも遊びはできました。腰がすごく楽というか、あ、今ですね。うん、動いてるんで。だいぶパツンパツンでしたからね。まあ皆さんね、うち実際針やなんて水玉やじゃないんで、針の方効果出る場合の方がむしろ多い。足の方がでも響いてました。ああ、いやそうでしょうね。いや、ほんとあんだけ硬かったんですね。、うん、あれは響かないのは、まあ、逆に難しいっていうような部分。足が響くと腰にくるねんたっていうのが効果ありました。ああ、腰の治療血が足には結構多いからですね。でも腰痛の原因はあの太ももか膝に大体ありますんで、そういった意味ではやっぱ足の針が腰まで来るっていうのはやっぱり多いですね。
まあ、歯槽血っていうのがね、ハリキューの分野にもあるんですけど、まあ、この腰のことは胃中に尋ねようっていう、胃中がこの膝の裏になりますので、膝裏のこのツボである胃中はもう腰痛の特効血みたいな、なんか押されたら痛いですね。痛いですね。まあ、めくるやっぱこう太もも裏のハムストリングスがやっぱ腰痛の原因を作っていることはやっぱすごく多いので、セルフケアでもですね、太ももの裏側とか膝の裏側を押してあげるのを、まあ、腰痛予防とか腰痛を緩和させるっていう効果はありますので、まあ、やってみるのがぜひおすすめですからね。首も腰がだいぶ悪いですね。水分もちゃんと取りましょうかね。少ないのに、ね、水分が足りてない感触なんですよね。伸びないみたいな感触の筋肉になっちゃってるんで、右はなんか特にあれ硬い、まあ、硬いっていうかですね、少しこう体がねじれちゃってるんですよね、まあ、でもまあこのねじれも多分筋肉の硬さから来てますんで、多分右にちょっと負担がかかる座り方をしてたのかな、うん、今まで大体左やったんですよ。そうですね、確かに左の方が多かったイメージはありますね。なぜか知らんけど、右が、まあ、左が限界を迎えてたのかもしれないですね。一回起き上がっていきましょうかね。いかがですか？目パッチリ。目がパッチリじゃない。目はね、直接針打ったわけじゃないんですけど、この後頭部の目を動かす筋肉に今日は針してますので、まあ、それだけでもだいぶ目の疲労感は取れるかなと。背中も軽い。そうか、背中の、ああ、でも伸びますね、やっぱね。軽いというか、柔らかい。いやでも今日はなんか過去一硬かったんじゃないかなっていう。そうですね。まあ、肩甲骨はそこまで張ってはなかったんですけど、まあ、背中に引っ張られてちょっと硬さは少し見られたんで、一応その辺も全部動くようには、うん、やっぱ腰ですよね。腰と足、まあ、腰とあと足ですね。今右肘も今痛みはあります？ないです。結構肩周りが緩むだけでも症状自体は取れるんですけど、来てましたもん。多分この辺ぐらいから、ね、ほとんど多分肩から来てたんですけど、まあ、ちょっと処置だけ、うん、これはもう短手術っていうもん、いわゆる普段はね、針打って時間を置いて地震って言って置き針って言って時間を置くんですけど、ちょっとこうビリってズーンってズーンって来てます。うわこう来ますね、これ。いいってもんじゃなかった。ズドンっていうか、ズドンでした。これで動かしてみましょうか。だいぶ軽いんじゃないかな。軽いでしょ。もう一つだけですね、ちょっとズドンっていうのがあるんですけど、メインはこっちなんですよね。基本的に人間の筋肉ってこっち側の筋肉の方が発達してるのと、日常生活だとこっちの方を使いますので、パツパツですね。真ん中はね、ちょっと腱があるんで、ちょっと衝撃が強すぎるので、衝撃は先の方。あ、そうですか。けど、こっちはじわじわじわ来るようですみたいな。これちょっと動かしてみましょうか。だいぶ軽いんじゃないかなと。そうですね。単純にこれも多分疲労だと思います。もう使いすぎによるものですね。うん、パソコンのクリックが原因じゃないかと。パソコンの作業全般が多分原因かなと思いますので。で、今ですね、森田さんのお背中はこういう感じです。いや。見事に今ちょっと、すごいですね。綺麗なパポ出てます。うん。これは時間かなかったですね。そうっすね、ここはもうちょい置いてもよかったんですけど、痛かったし、だと思います。痛かったんです。その時針の方が緩みやすかったんで、まあ、針で一応緩めて腰も立つようにしっかりしてますんで、はい、だいぶまあ体感はしばらく続くかなと思います、はい、こういった形でですね、出張感なのでやっております。はい、詳しくは説明欄のリンクをチェックしてみてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。どうせなんの足つぼのマット、はいはいはい、ダメなんです、あれ。あ、ダメなんですね。あれが痛いんですね。あ、じゃあ足つぼとかダメなタイプですね。
受けてみたいんですけど。あ、受けたことないです。あ、ないです、足つぼ。あの、足裏はあります。あの、リフレとかは。あ、ちょっと流す系の。はい、あの、痛くないやつですね。痛くない。実は足つぼ痛いわけじゃないんですけど、痛い人は痛がるってだけです。なんか英国式の方はやったけど、台湾式の方はしてないって感じ。まあ、そうですよね。台湾式はまあまあ痛いですからね。